はい、おはようございます。今日はね、1月30日ですね。フットボールニュース、今日も元気よくやっていきたいと思いますけども、今日月曜日ということでね、まあ朝からダリーな、今週も1週間始まっちゃうかという、ちょっと気持ちね、下がり気味になりがちですけども、まあこういったニュース見てね、頑張ってほしいなと思います。ということはね、まず本当にグッドニュース入ってきましたね。この人喜んでおりますけども、三笘薫さんですよ。はい、何があったかって、本当にね、今朝方ですけども入ってきたニュース、三笘が劇的芸術弾、後半決勝ゴールでリバプールを撃破と、FA カップ4回戦の左サイドで飛躍、三笘が後半にスーパーゴールですよ。ブライトン5回戦に進出ということで、三笘さんまたゴール決めたんだ。リバプール破っちゃったんだから、すごいですよね。はい、このシュートですね。なんか止まっちゃったの、映像。ああ、動いた、動いた。はい、ここからね、折り返しのボールを三笘さんトラッピングしてからゴールですよね。ね、素晴らしいな。浮かすというよりも、ちょっとタイミングずらすっていうような持ち方ですね。ここね、トラ右足、これ打たないんだよね、ここで。ちょんちょんできる、これ。ちょん。打つと、ちょん。あって、切れるんかい、動画。はい、はい、ということで。素晴らしいですね。はい。はい、続いて、浦和レッズニュース入ってきました。ポーランドリーグのレフ・ポズナン所属のフォワードのミカエル・イシャクという選手ですけども、ここオファー出したと見られる。21シーズン、22シーズンにはスコルジャ監督の下でプレーしてる。ということで、フォワードをね、あの選手にもオファー出してるし、ポーランドリーグのこの選手にも新たにオファーを出したということで、フォワードを取りまくりまくりシティで行くのかという、すみませんね、ちょっと滑って、はい、そういうことなんですけども、どうやらね、次のニュース見てもらうと分かるんですけど、セルティックのフォワードね、この人ギアクマキス選手、ずっとずっと追いかけて、いよいよね、浦和レッズ移籍目前とされてましたけど、ここに来て、おマジかっていうぐらいね、茶番劇かっていう、 MLS のクラブが強奪、6億円超えでハイジャックと、例え話ようわからんっすよね。結局何を伝えたいのかよくわからん、しゃれてるでしょみたいな、ハイジャックしまされましたよみたいな、ちょわからんもんで、あ、ちょっと訳されてもねえのかこの記事、ということでね、何が言いたいかというとね、頓挫しそうです、この話がね、浦和レッズから次まさかのアメリカのこの MLS のクラブに、アトランタか、アトランタというチームに、結局は行くんじゃないかっていう、また右往左往しだしたということで、本当もうちょっと疑いたくなってきましたけどね、まだ決まってないっていうのはこれ事実らしいですね。ということで、ポーランドリーグのこの選手にもうちょっと慌ててオファー出してるという状況でございます。はい、移籍も一つ取ってね、こんなに、ね、慌ただしい移籍ないですけどね。はい、続いて鹿島アントラーズ、韓国の FC、ちょっと読めへんですね、韓国所属のディフェンダー、ホン・ジョンウンに、興味を示していると。28歳のセンターバックの選手ですね、来月には正式オファーを出す模様ということで、鹿島アントラーズ、岩政監督、この前ね、練習試合で、町田にボコボコンされてるんですけども、まあ、ボコボコンされてるんですけど、ディフェンス陣はよく頑張ってて、フォワード陣が全然ちょっと奮起してなくて、もう0点だ、じゃあもう負けちゃうよって言ってたんですけど、まあ、センターバックっていうのは、まあ、オルに越したことないですけどね、庄司さんが取られてますんで、移籍してますんで、まあ、そういった部分の補強っていうことでしょうかね。はい、はい、続いてシャルケの吉田さんですね、最下位に低迷してますね、シャルケで。吉田さんに確か風評が、被害が出ておりますけども、さらにちょっとむ向かい風だということですね。新ディフェンダー獲得されそうですと、最も明確な犠牲者に、かわいそすぎますね、シーズン前半戦のプレーには失望されたと、ベンチ降格の危機に、瀕しているということで、まあ、吉田さんのディフェンス力が良くないんで、
シャルケの、大量失点につながってるんで新しいディフェンス取りますよっていう流れですよね。はい、まあ、これも先般扱いされそうだというところで、吉田さん、まあ、過去ねこういった状況を何度か彼乗り越えてきてるんで、もうここもねもう一回踏ん張って、吉田ありきっていう形で頑張っていただきたいなと思いますね。もしくはグランパスに帰ってくるかというところですかね。はい、続いて、香川真司さん出ましたね。往年のスターですけども、古巣セレッソ大阪復帰決定的ということで、ベルギーの一部のシントトロイデン対談、12年半ぶりの J リーグ復帰となりそうですね。香川真司さんも33歳。もうちょっとね、今一線を引いたというかな、ちょっと右肩下がりになってきてるのかな。シントトロイデンでもちょっとそういった結果が残せないってなると、苦しいかなっていう中で、古巣のね、セレッソ大阪に復帰が決定ということになりそうですね。私昨日ね、ちょっと軽はずみにね、セレッソ大阪だと超芸がないな香川さんと、戻ってくるならあのクラブオファー出すでしょ、ヴィッセル神戸でしょっていう風に言ってたんですけど、その矢先すぐセレッソ大阪に決定ということでね、私の鼻をへし折りまくりまくりスティされました。あ、ちょっと滑ってしまいました、すみません。はい、ということでね、まあ、香川真司さんね、まあ名前はネームバリューものすごいあるんでね、プレーはね、往年のキレはないかもしれないです。香川真司さんが見れるっていうのはね、J リーグで。まあ、これ嬉しいことじゃないですか。セレッソ大阪ファンだけじゃなくてね、J リーグファン、日本代表ファンをね、代表しますから、見たいなと思いますね。嬉しいですよ。そういうのも帰ってきてくれるの嬉しいな、でも。うん。はい、続いてね、往年のスターということで、つながりで元日本代表の三浦知良、55歳ですからね。ポルトガルオリベイエンセ移籍発表がずれ込むということが発表されましたね。ポルトガルの2部とはいえね、ここに来て55歳がポルトガルのリーグに移籍できるっていう奇跡、これはねキングカズですね、やっぱり、ものすごいちょっとね。でまあずれ込むって言ってもこれ入団ができないとかそういう話じゃなくて、ちょっと時期がずれ込むっていうのはこれ書類的な手続きみたいなんで、まあ全く問題ないかなと思いますけど、この写真はちょっとキングカズがっかりしてる感じですね。はい、はい、続いて、J1 のコンサドーレ札幌になりますけども、こちらねトレマの様子ですね。新ユニフォームなんだね、23年の新ユニフォームで、いやどこがどう変わったのかちょっとわからんですけど、靴下がこの線入ってましたかね、変わりましたかね。はい、内容としてはね、フォワードのキム・ゴンヒさんなんですけども、この選手2発連発ということで、飛躍してるんですね。来日2年目の韓国人のフォワードですけども、まあ、エースの座を狙っていくぞということで結果残してるみたいですね。はい、こういった新たなプレイヤーが出てくるとね、チーム活性化しますね。はい、さっき言ったね、こっちの方は、コンサドーレ札幌対戦相手が J2 の長崎なんだね、ビファーレン長崎ですけども、次は長崎のニュースということで、裏表ありますね、サッカーは。相手があれば相手の方のニュースもあるということで、ポゼッションの土台構築、ビファーレン、沖縄第一次キャンプが終了ということですね。ビファーレンとしては結構いい感覚があるぞということで、大量得点を上げるなら上々の結果を得たということで、まあ、選手間の距離が良くなってスムーズに持ち運べるようになったということでね、連携がうまくいってる様子が見て取れますね。はい、はい、続いて、シントトロイデンですね。今日はシントトロイデンようでやってきますね、香川真司さんのところね。岡崎、橋岡、林のホットライン開通しました。面白いな、林公式戦8得点目、先制点も1対1のドロー、8得点取ってる、すごいね、林さん。林大地さんね、活躍してるね。28日のジュビラプロリーグ第23節で、シントトロイデン、林大地が先制点をマーク、日本人選手たちの連携光るゴール。日本人がこんだけいるんでね、ここに香川真司さんもいたんでしょ、岡崎、橋岡、林、香川真司さんもいてて、もうめちゃくちゃおるやん。シントトロイデン、日本人大好きですね。あ、そうそう、プレーあるね。
プレーちょっと見てみましょうか。はい、これ橋岡さんだね。橋岡さんが中切り込んで、林さん、あーなるほど、いいですね、いい連携だね。西田ね、あーそうそうそう、スポンサーが西田の気になってんだよ、この西田ショコタンみたいな可愛い。あー岡崎さんいいな、ワンタッチでヒールでおしゃれだな、ベテランらしい。わーっていうね、素晴らしいゴールでしたね。おめでとうございます林さん。はい、では続いて、まあ、海外の方のリーグになりますね。堂安律さん決勝ゴールをアシスト、3発快勝のフライブルク、新年初、初の白星で4位浮上ということですね。決勝点のアシストやドリブル突破で存在感を見せた堂安の活躍もあり、フライブルクは勝ち点3を積み上げ4位ということで、こちら堂安さんもね、調子上げてきてますよね。まあその中でフライブルクも調子上げて、まあいい感じですね、ドイツ。いいんじゃないですかね。はい。本当に移籍は最後まであるかわからない。取引が成立するまで確実な、これちょっと待って待って待って。これ、ちょっと事故だな。これギアクマキスさんの記事がここに来て、さっき空振ったやつだな。ギアクマキスさんね。本当に移籍は最後まで何があるかわからない。取引が成立するまで確実なことは何もないのだ。浦和レッズのメディカルチェックを受けたと報じられたセルティックの ギリシャ代表ギアクマキスだが、一転してアメリカのアトランタユナイテッドへの移籍が近いと伝えられる。再式言えよっていうことなんですけど、ここちょっと順番がね、前後してしまいましたけども、申し訳ないですね。まあただこのまま放送する僕もすごいと思いますけどね。はい、はい、続いてです、ドイツのリーグね、堂安律さんに続いて、なぜ最初に他の選手を試すのだろうかと。これ何が言いたいかというと、このね、馬乗りにされてる側の長谷部誠さんなんですけど、もう39歳クラブ記録の更新ですね。39歳なので王者バイエルン相手に高パフォーマンス、すごいですね。フランクフルトでもうずっと頑張ってね、試合のレベルを引き上げてくれたということで、皇帝ですからね、フランクフルトでは。で、39歳本当に頑張ってるのは、また試合出て強化が出るんでしょう。吉田麻也選手聞こえてますか。長谷部誠さん、まあ、39歳でここでまた評価上げてますから、まだチャンスね、諦める必要はないですよ。諦めたら試合終了ですよって安西先生言ってますんでね。はい、続いてセルティックス、ちょっと顔がね、そのものを物語ってますけど、現実的になる必要があると、セルティックの指揮官井出口洋介ら忘れられた3選手事実上の戦力外通告、強制的に追い出すわけではないがと、ポステコグループ監督がね、もう厳しいこと言ってますね。まあほぼ戦力外通告で強制的に追い出すわけですけども、まあね、試合出てないっていうのはもう厳しいですね。ずっとな、怪我で出てないわけじゃなくて、今シーズンも井出口さんトレマーで怪我しちゃって、レギュラーシーズン出てないんですよね。まあそういったところでまた J リーグ復帰っていう話出てますけど、名古屋グランパスとどこだったっけな、ガンバ大阪か、井出口選手出てますけど、ガンバ大阪なんてネタラビ取っちゃったし、名古屋グランパスもね、上しっかりアンカーの部分でいくと米本選手いるしね、長澤選手も復帰してきて、稲垣翔選手ももちろんねレギュラーで活躍するだろうし、入る隙間ないですけどね。まあ J2 まで風呂敷広げていけば、チャンスあると思う。まあ井出口洋介選手の、今後の動向ね、気になりますね。はい、続いてまたドイツということで、バイエルンでデビューしましたね、福井さんですけども、バイエルンでセカンドチーム、まあ2部ですけどね、出たよということで、とてもいいプレーができた、チーム全体の出来に満足ということで、サンガアントスからね、若くしてバイエルンでデビューしました。おめでとうございます。まあトップチームでね、活躍できることを祈っておりますね。はい、こちらまた切れたな記事、申し訳ないなって言いながらそのまま放送する俺ね。はい、浦和レッズのディフェンダー酒井が3アシストと好調、トスとのトレマーで、フォワードや中盤との関係性に手応えを、ことで、
すごいね、3アシストって、サイドバックで3アシストってだいぶすごいですね。うん、かなり攻撃的なね、いい連携ができてるっていうことでしょうね。そういった証明ですよね。はい、最後ですね、これ多分。アサヒビール様からスーパードライの差し入れをいただきました。ありがとうございます。これトピックスで取り上げるべきなニュースなのか何なのかわからんすけど。グランパスね、紡ぐっていうのがあのチームのテーマワードになってますので、紡ぐって意味わかりますかね。あの糸をこういうふうに紡ぐっていうんですけど、ね、ジグザグに、やることですけども、そういった繋いでいくっていうね、ことでしょうけども、スーパードライね、名古屋グランパスだけじゃなくて、名古屋グランパスを応援してる、マモルザ J チャンネルもぜひ差し入れいただければね、私喜びますけどね。はい、ということで、わーわー言ってますけども、以上になりました。ありがとうございます。今日もね、ご清聴いただきありがとうございます。まあ今日月曜日、先ほど言いましたがね、だるーいとか、ちょっと疲れてるなーっていう方も、またね、体調崩されてる方もいると思いますけどね、今週一週間、まあこういったね、チャンネル、朝からね、こんだけ喋ってるマモルザ J チャンネルも頑張ってますんで、皆さんね、一緒になって、あ、私もね、もちろんサラリーマンで、これから会社行くんですけど、行く前にこんだけね、エンジンかけて、会社行ってエンジン下げるわけにもいかないんで、このままぶっ通すしていくわけなんですけど、ね、一緒にね、会社員として頑張っていきましょうよ。っていうか、まあ、会社員だけじゃないですけどね、自営業の方だったり、学生の方もそうですけども、今週一週間頑張っていきましょう。ということでね、以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。バイバイ。